はじめまして、如月千早です。あなたがこの母校の責任者ですか？これからどうぞよろしくお願いします。おはようございます、指揮官。今日の予定を確認したいのですが、よろしいでしょうか？私に用事ですか？これから自主レッスンを始めるところなのですが。用事がなければ楽譜を読んでいてもいいでしょうか？次のステージで披露する歌を練習しておきたくて。この場所にいる方はみんな大きな機械を扱っているんですね。感心します。私、機械は少し苦手なので。ここはもう少し感情を込めて。あ、指揮官、すみません、なかなか歌に納得がいかなくて。すみません、発声練習をしておきたくて。やめてください。どこを触ってるんですか？どうかしましたか？まだ終わっていない仕事があるようですね。お仕事終わったみたいですね。では私はレッスンに戻ります。指揮官、メールが届いています。早めに確認しておいた方がいいかと。お疲れ様でした、指揮官。少し休憩ですか？わかりました。何かご用でしょうか？今発声練習をしていたところです。アイドルの仕事は歌うことだけではありません。ですが、どんな仕事でも歌を高めることにつながっている、そう考えています。指揮官、委託の方が戻られたみたいです。出迎えに行った方がいいかと。ありがとうございます。いい経験になりました。発声練習は万全です。
勝利です。ですが頂点にはまだ遠いかもしれません。もっと歌のレッスンをしなければ。この歌をみんなに届ける。まだ終わっていません。